試合は無差別5分2ラウンドで行われます。さあ試合がスタートしました。いいですね、これは庄司さん、はい、もう本当に小細工なしのですね、はい、正面からの殴り合いになりそうな予感ですよね。すごいですね、やっぱ本当もうプライドを見てきた人とか本当にいろいろ思うことが、はい、思うところがある試合ですよね、はい。しかし北岡さん、改めて見ると2人の大きさ違いますね、はい、そうですね、はい、フリーウェイトの試合ですよね、はい、セントリューかなり大きいです。パワーあるよ、パンチ力ありますもんね、はい、正面から打っちゃったら危ないですね。そうですね、まあ、カズ選手ボクシングすごい上手だから、まあ、そんな簡単にもらったりはしないとは思うんですけど、はい、ローキックを出しました。意外と中村選手距離近いですね。そうですね、ガードを固める形ですよね、だってオープンフィンガーですし危ないですよね。ほんとジャブ伸ばしていくかと思ったんですけど、そうでもないですね。玉子さん、この近い距離というのは中村何を考えてなんですかね。ですかね、まあ、ディフェンス自信があるのか、もうパンチで組みついていくのかですよね、はい。まあ、フック、まあ、先頭領の選手の攻めは、まあ、フック中心だと思うので、まあ、そこら辺見切る自信があるのかもしれないですけど、はい、アーボディ打ってきました。大きいパンチよりも中に入ってコンパクトに返すみたいな感じじゃないですか。はは、まあ、引退試合の相手ってすごい難しい仕事だと思うんですよね、はい。まあ、負けるわけにいかないですからね、現役の残っていく選手が。そうですよね、今いいのでしたね、はい。3年前には吉田秀彦の引退試合の相手も務めました中村和弘です。パンチを出すと同時に蹴ったんで、あの一番体重乗ってるところだったんで、あのインローは効くと思いますね。なるほど、はい。まあ、そうですね、あ、これです。さっき挙げられましたけど、吉田さんのその引退試合の相手ってすごい難しい仕事をやってるので、はい、まあ、まあ自信はあるんだと思うんですよね、そうやって修羅場もくぐってますし、はい、自信持った上で、まあ、こういう試合運びなのかもしれないですよね、はい。いいジャブでしたね。そうですね、顎を捉えました。中村がここに来てジャブを続けて打っていきます。そしてインロー、まあ、庄司さん、はい、ブランクを考えても試合がある程度長引いてくるとですね、はい、これはもう中村有利ですよね。そうですよね、そこはもう大きなところですよね、まあまあ、それだから、まあ、無差別っていうのもあるかもしれませんね、はい。あー、左フック、難しいとこかもしれないけど、こう仕留めてほしいですよね、カズさん、はい、はい。おお、走ってますね。戦闘流選手がやっぱ試合長引けば長引くほど不利ですからね。そうですね、なるべく1ラウンドで仕留めたいところですよね。行ってほしいですね、これ。あっと、振ってきた、左フック、危ない。距離が縮まりました、戦闘流の左フック。ガンガン行ってほしいですね、はい。これ選手、これやっぱ相当でも自信持ってますよね、はい、ディフェンスに、はい、かなり近い距離で渡り合っています。はい、インローを出します。まあ、ちゃんとスキミッチ仕留めるっていう意識なのかもしれないですね。ジャブ、はいはい、下から突き上げていきます。まあ、ジャブなんかで効かしたいんだけど、はい、いいっすね。怖いですね、でも。そうですね、しかしやっぱり庄司さん、はい、距離が縮まってフック打ってくると危ないですね。すごいですね、やっぱりもう剛腕ですよね、はい。北岡さん、やっぱりヘビー級ですからね。そうですね、一発当たるところは分かりません。肩周りの筋肉がすごいですね、うん。おーっと、この一戦に向けて仕上げてきました。残り1分を切ります。外からのローキック、効いてきましたね。あ、効いてますね、はい、インインっていうのはアウトですからね、はい、これ効きますね。インの次はアウトを打ってきました、はい、内側、外側で蹴られるときついですからね。さらにはまたジャブです。おお、セントリューとある意味同じ時代をこの戦ってきました中村です。中村は柔道から転向、アウトロー、そして相撲から転向してきましたセントリュー。それこそね、あっと、はい、入った入った、一発で決まったか、決まった、ノックアウト、ノックアウト、最後は右、中村和弘の右、セントリューをマットに沈めました。おー、
生放送時間にも間に合いましたね。すごいですね。いや劇的なノックアウトでありました。